トルカルでアンテケーラは、スペインアンダルシア州マラガ県アンテケーラ近郊のトルカル山地にある自然保護区。ヨーロッパ有数のカルスト地形で知られる。トルカル山地は、アンテケーラ周辺とマラガ周辺を隔てる小規模な山地である。ペラーダ山地、トルカルアルト、トルカルバホ、タホス、ラデラスという地質学的領域に分けることができる。 トルカル山地の最高峰は、トルカルアルトにある標高1336メートルのカモーロでラスシエテメサスである。ジュラギの石灰岩は約1億5000年前に形成され、今日の大西洋にあるカディス湾から地中海沿岸のアリカンテ県まで伸びる回廊に蓄えられた。第3期には当時の海底が標高1300メートル以上まで持ち上げられ、その結果として、 アンダルシア地方では珍しい、平らくらいな石灰岩の産地が形成された。その後、裂け目、亀裂、くぼみは、侵食に利用され、石灰岩の塊の間に通路が形成された。石灰岩地形を持つ多くの場所と同じく、トルカル自然保護区にも、洞窟や、その他の地下地形があり、新石器時代の遺物が発見された、トロ洞窟など、 歴史的重要度の高い地下地形もある。これらの地下地形の形成には、雨水による石灰岩の溶解が関連している。南側から見たトルカル山地トルニーリョ岩の基幹トルカル山地のスペインアイベックス植物では、ユリカ、ボタンカ、バラカ、30種のランカの植物などが自生している。爬虫類では固有種のモンペリエスネークやアイド、リザードなどが生息しており、 蝶類では、猛菌類の白エリハゲワシなどが生息しており、哺乳類では、スペインアイベックス、アナグマ族、イタチ、ネズミメなどが生息している。1929年7月に、自然環境保全地域となり、1978年10月に、約17平方キロメートルが、自然保護区となった。2016年に、トルコのイスタンブールで開催された第40回世界。 遺産委員会では、トルカル自然保護区を含むアンテケーラ近郊の史跡簿遺跡群がアンテケーラのドルメン遺跡として世界遺産に登録された。アンテケーラに隣接するマラガ県ビリアヌエバデラ・コンセプシオンからトルカル自然保護区に向かう舗装道路がある。自然保護区の駐車場には小さな土産物店と観光案内所がある。1.5km、2.5km、 4.5km の3コースに分けられたハイキングコースがある。寒冷な気候のため、訪問者の大半は春季または秋季に訪れる。ありがとうございます。